安倍昭弘とハイタッチせず、もう終わりだよ安倍政権、これそういうキャラ作りやろ、お互い演じてる世間を盛り上げたくて必死か、まんま扱いが過ぎやなんよ、顔背けたとこ殴ってやれ昭弘、こんな監督の下で野球すんの息苦しそう。ジャンクスポーツでいじくられたの相当根に持ってそう。昭弘の脳ダメ感はなんか笑ってもった。昭弘と大城は移籍した方がええよ、普通にハラスメント。大城へのパワハラはガチっぽいけど、昭弘の方はなんかプロレスっぽくなってきてね。そのうちパワハラで訴える若い子出てきそうだよな。おっさんの常識なんて当選は、ドラフト5位だか6位のやつが監督とハイタッチできると思うなよ。こんなやつ監督にしたらいかんだろ。何考えてんの巨人、これマジでやってんの、こういうネタやろ。安楽のいじめ問題があったばかりなのに士気低すぎるわ、無視するしかできんのダサいな。期待してないって言われるの選手からしたらきついよな。子人間では成立してても周囲に悪影響を与えるやろ。昭弘は能天気やからセーフ、 G 世代ってメンタル強いやつは鋼だからな。昭弘全く気にしてなさそうで草。ご視聴ありがとうございました。